えー、切れるサイトと切れないサイトがあってちょっとややこしいんですが、えー、あ、えー、開始しましたねはいすいませんでしたそれで今日はですね、えー、その「ス様の道に変わった」まあ、これが救いということですね罪の道から <laughs>、えー、はい白滝さん八雲さんただいま罪の道からイエス様の道に変わる これが救いでありこれが改心でありそれが第一段階ですで今日の朝は第二段階ですどういうことかというとですねあちょっと待ってくださいねおかしいのはえー、はいえー、第二段階それはですね えそのえー、っとあれです信仰、えー、をしっかり保つということです今度は逆にですね今度は逆に方向を変えてはいけない道から逸れてはいけないそれが第2段階です、ねえー、正しくない道だったら、まあ、方向転換しなければなりませんし道を変えなきゃいけないんですしかし、えー、正しい道を歩んでるならば 正しい道を歩んでいるならば、今度はですね、道を変えてはいけない。イエス様の道から右にも左にも逸れてはいけない。というのが第二段階です。それは、えー、信仰を持ってからの話です、えー。クリシャンがですね、クリシャンの、えー、そのイエス様の道は正しい道ですから、命に至る道ですから、その道をしっかりと歩く。 えー、右にも左にも反れないということは、その道から外れない。イエス様に聞き従っていくということですね。元の道に戻ってはいけない。えー、そして間違った道に入ってはいけないということですね。ありささん、朝何時に家を出ますかだいたいですね、6時半ですね。えー、6時半頃家を出ます。 リュマさん、はじめまして。はい。そういうわけで、えー、今、えー、イエス様を信じた私たちは、イエス様の道を歩んでいます。そして、私たちはどこに行くかを知っています。私たちは自分の道のゴールを知っているんですね。それは、天国です。天国ですね。で、世の中の人たちは、自分の行くゴールを知らないんですよ。 自分たちの人生のゴールを知りません、えー。彼らは死んで無になると思っていますけど、そうではないんですね。えー、この世の人たちのゴールは、えー、地獄であり、永遠の苦しみです。世の中の人たちはそれを知らないんです。知ってたら、そんな道を歩まないでしょうど。どこに行くかを知らないから、その罪の道を歩んでいます。しかし私たちは、 世の中の人たちの人生の終着点を知っています。それはとんでもない、えー、地獄の地獄なんです。そして私たちは自分、今自分が信仰の道を歩んでますが、その信仰の道の終着点は天国だということを知っています。私たちクリシャンはですね、両方の道を知っており、両方の道の終着点を知っています。 しかし、世の中の人たちは、えー、自分の罪の道しか知らないんです。自分の生きてる道しか知らない。イエス様の道を知らないし、また自分の道の終着点も知らないし、イエス様の道の終着点も知らないんです。多くの人は、ある意味では無知の中で生きている。無知の中で生きている。闇の中で生きていると言えるでしょう。しかし、兄弟姉妹の皆さん、 私たちは両方知っているんです。両方知っているんです。そして終着、終着点がですね、永遠の命である、天国であるということは、すごくですね、力強く生きることができます。自分の道が幸せな道であり、えー、素晴らしい道であり、えー、希望のある道だということを知っているわけです。ですから、私たちの人生は、えー、喜びに満ち、 希望に満ちた人生となります。しかし、この世の人たちの道は終着点がわかりません。どこ行くかわからない、えー。自分の道しか知らない。そして希望がない。えー、前が見えない。どうなるかわからない。まあ、霧の中を歩んでいるようなものですね。それはですね、生きる喜びはないでしょう。生きる希望がないでしょう。 多くの人が悩んで生きているのはそういう理由なんです、えー。多くの人が悩んで死んでる、悩んで生きているということは自分たちの生き方がよくわからない。自分たちが、えー、その、えー、どこに行くかわからない。それがですね、多くの人たちの人生なんです。多くの人たちの人生。それは、えー 自分たちの道が正しいかどうかもわからないどこに行くかもわからないそしてどうしたらいいかわからない迷っているということなんですねブドウさん生きる希望がない過去でした生きる希望がない過去でしたしかしイエス様の道は約束がありますそしてイエス様の道はイエス様が一緒に歩んでくれる道でありますそして明確な希望があります 明確な将来の約束があります。保証があるんです、えー。それはとても力強いです。しかし、この世の人生には保証がありません。保証がないどころか、えー、不安や恐ればかりの人生です。それは誰も保証してくれないし、えー、誰もですね、えー、この、何でしょうか、ね、約束してくれないからですね。 はい。そういうわけで、えー、今私たちは、えー、第一段階から第二段階に入っています。えー、第一段階は、えー、道を変えること、繰り当ためること、イエス様の道に変わることが第一段階。で、第二段階というのは、そのイエス様の正しい道をしっかりと歩む。えー、右や左に揃えてはいけない。 このイエス様の道に、えー、をしっかりキープして、えー、希望に満ちて、前に、前向きに生きるということです。イエス様の道こそ、イエス様の道こそ、前向きに進める道なんです。世の中の道はですね、えー、前向きになれません。なぜかって前がないからですね、えー。前が見えないし、前がどこに行くかわからないし、 そんな道を前向きに生きれるわけはありません。過去はわかります。しかし過去はいろんな悲惨ですね。ひっちゃかめっちゃかです、ね。多くの人は過去を見て、未来も同じようになるだろうと思って、えー、悲嘆にくれます。しかしクリシンの場合は違います。クリシンの場合も、信仰はないときは、ないときはひっちゃかめっちゃかです。ひっちゃかめっちゃかで生きてきました。しかし、 今、えー、未来があるのです。もう過去のひちゃかめちゃかとは違って、未来は、素晴らしい未来を生きることができる。そういう希望があるんですね。えー、クリスチャンには希望があります。えー、青い空のように、青い空のように希望があります。 そういうわけで、今私たちは第二段階に入りました。えー、第二段階は何ですかそれは、えー、しっかりとこの正しい道、祝福の道を歩むことです。決してイエス様から離れてはいけません。イエス様の言葉ををに従って歩まなければなりません。イエス様がおっしゃいました。私にとどまり、私の言葉にとどまりなさい。私にとどまり、 私の言葉にとどまりなさい。それはまさに、イエス様の道をキープすること。イエス様の道を歩み続けること。それがとても大事だということですね。えー、クリスチャンにとって大事なのは、えー、イエス様の道をしっかりと守るということですね。イエス様の言葉を守り、えー、イエス様の道をしっかりと歩き続ける。 これがですね、第2段階でとても大事なことなんですねえー、第2段階でとても大事なことです祈りさんおはようございますアリサさん私を傷つけた人たちはひっちゃかめちゃかな暮らしをしているみたいです、えー、彼らを許しましょう ね、彼らを許しましょう彼らを許しましょうはいそういうわけで皆さん私たちはイエス様の道を歩んでいますそれは素晴らしい栄光に富んだ道もちろん迫害もあるし試練もあります しかし、迫害や支援を超えて祝福があります。兄弟姉妹の皆さん、まず感謝しようではないでしょうか。この素晴らしい永遠の道、永遠の命に至る道を歩めることを、えー、喜ぼうではないでしょうか。<laughs> ここに、え、ま、一か。 切り株みたいなのがありますえまた我慢が固まってるごめんなさいまた固まってるのかなすぐ固まっちゃうねはいええシュさん Q ちゃんの放送でキリスト教の考え方を知ったら中国のマルクス・レーニン主義がいかに危険な考え方が分かりましたでも私はマルクス・レーニン主義を許しますいやいや えー、マルクス・ーニン主義を許さないでください、えー、マルクス・ーニン主義者を許しましょう、ね、共産主義者を許しましょうしかし、えー、共産主義を許してはいけません戻りましたはい第3段階ですか第3段階は天国ですね、えー、第3段階は天国ですですから今私たちは、えー、第2段階を えー、歩んでますね第二段階を歩んでますぜひ皆さんこの素晴らしい信仰の道を歩み続けましょうそしてこの道をですね広めるのです私たちが救われただけではなくまた多くの人は滅びの道罪の道を歩んでますそういういい人たちにこの素晴らしい 永遠の命に至る道、イエス様の道を伝えること、これはとても素晴らしいことなんです。ですから皆さん自身、もう信じた方はですね、今度は皆さん自身がイエス様を伝えることなんです。まあそれもイエス様の道です。イエス様の道というのは、自分自身はイエス様の教えに従って歩むということですが、 同時に、この素晴らしい道をですね、他の人にま伝えていく必要があります。えー、そしてそれが私たちの人生の大きな使命ですね。大きな使命。自分自身がイエス様の道を歩むと同時に、このイエス様の道を伝えていく、えー、導いていく。これが私たちの人生の使命ですね。 えー、それがとても大事です。とても大事です。はい。それでは、えー、招きをしましょう。じゃなくて、証をしましょう。えー、イエス様を信じて、イエス様を信じて、えー、罪の道から、イエス様の道に変わった。そして今、イエス様の道を希望に満ちて歩んでいる。えー、自分がどこに行くかがよくわかり、 また、イエス様の道はなんと素晴らしい道なのか。えー、隅から離れて生きる道。義のために生きる道。え、神を喜ばし、人を祝福する道だということが分かった証。イエス様の道は最高の、唯一の最高の人間の道だということがはっきりと分かった証。スタートスタートスタート すべての人がすべての人が救われてイエス様の道を歩むべきだということが分かった証スタート多くの人々さんおはようございますヒロ <laughs> さんおはようございます <laughs> イヌさん 死ぬ直前に食い改めてもですね、イエス様の道に歩めない可能性があります。死ぬ直前じゃなくて、今、今食い改めないと。今日、犬さんは交通事故で死ぬかもしれません、ね。今日交通事故で死ぬなら、犬さんは天国に行けません。だから、死ぬ前に、死ぬ前に、えー、今、できるだけ早く。 できるだけ早くイエス様の道を歩まなければ間に合わないかもしれませんリュウさんえー、っと森牧師知らないですねごめんなさい森牧師知らないですねイエス様を信じて以前は悪い道を歩んでいたけれども 今は、えー、素晴らしい道、喜びに満ちた道、希望に満ちた道を歩んでいる証スタート。アリューさん、もうイエス様の道でしか生きれません。イエス様と共に悔い改め、信じ、感謝して生きていきます。アメン。アメン。 以前は、えー、苦しい道だったけれど今は楽しい道を歩んでいる証しヒロさん全ての人々は温かな気持ちで、えー、寂しい思いなどせずに老後も含めて最後まで人生をこの世で過ごすなら過ごしていただきたいですそのような社会になりますように えーヒロさん、えー、しかし、それはイエス様の道を歩まなければ、イエス様の道を歩まなければ、えー、その滅びに向かっています。滅びに向かったらそれはいい道ではありません。上田さん、右や左にそれますが、すぐにイエス様はまっすぐな道に戻してくれます。うたちゃん、私たちが歩んでいるイエス様の道は真理です。いつもイエス様が共にいてくださっているので、 孤独も恐怖もありません。しかし、この世の道は孤独と恐怖に満ちています。その孤独をこの世のもので、えー、ごまかして生きています。しかし、そこに希望はありません。そうです。えー、この世の、えー、道は、えー、孤独と恐怖。孤独で、恐怖。多くの人はお酒でごまかしたり。 何か趣味でごまかして生きています。しかし、そのこの世の道は、原則、恐怖と孤独です。名イさん、イエス様を信じる前は日陰者で罪を重ねていました。イエス様を信じるようになってから心が平安になり、人間関係も良くなりました。それがイエス様の道です。イエス様の道は、えー、平安です。 イエス様の道は平安です、えー。喜びと平安です。しかしこのような道は、えー、恐れと不安です。えー、そしてそれは、えー、正しくない道。滅びに向かう道だからなんですね。 はい、ヒロさん、そうですね。まっすぐな道を。アメン。まっすぐな道をですね。メイさん、喜び。イエス様を賛美する毎日です。えー、喜び。まあ、これ、いつもつけるといいかもしれませんね。いつも喜び。イエス様を、いつも賛美する毎日です。素晴らしいです。 そして、まだクリスチャンは少ないかもしれない、えー、クリスチャンは少ないかもしれないでも,1でも、一人でも二人でも喜びに満ちてき生きていくならばそれはモマントとなりますモデルとなります、えー、クリスチャンってなぜそんなに、えーまあ、幸せなんだなぜそんな、えー、前向きなんだなぜそんな喜んで生きられるのだろうかと それは多くの人の模範となります。モデルとなります。ですから、クリスチャンがそのように、信仰の道を歩む必要があるのです。そして、しっかりと信仰の道を歩み、輝いて生きるならば、喜んで生きるならば、証になるんです。ゆきさん、嬉しい、楽しい、ありがとう。嬉しい、楽しい、ありがとう。 そしてイエス様自身が世の光となんなさい。世の光となんなさいとおっしゃっています。えつまり、えー、人々の模範となんなさい。人々のモデルとなんなさいということですね。多くの人の心は、えー、闇です。闇の心を持っています。希望がないということですよね。命がないということです。その中で、えー、希望に満ちた心。 喜びに満ちた心を持っているクリスチャンがいるなら、えー、良い影響を与えることができるのではないでしょうか。なぜ、えー、クリスチャンが喜んでい生きているのか。なぜクリスチャンが正しいことができるのか。その理由を知りたくなるのではないでしょうか。うだちゃん、救われた喜びがいつも心に湧き上がってきます。だから、 この喜びを少しでも多くの人に知ってほしい、体験してほしいと思います。イエス様に与えられた命の限り、人生の全てをかけて伝道していきます。アメン。そうです。私たちの人生は、イエス様の愛を表し、栄光を表す生き方、えー、救われた自分、自分、救われた自分を、えー 表す人生ですぜひこの正しい道をはっきり理解することが必要です自分の道が正しいということがはっきりしなければ、えー、惑わされたり騙されたりするでしょうしかし自分の道がいかに素晴らしいか いかに正しいかということがはっきり分かれば、この道を、まあ、保つことができるのではないでしょうか。えー、どうぞ皆さん、えー、イエス様の道を本当に歩もうではないでしょうか。 お辞儀さん、えー、ボクシー配信お疲れ様ですみことさんはじめましてはい時間が来てしまいましたね えー、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、えー、イエス様を信じることが第一段階。そしてそのイエス様の道をまっすぐに歩むことが第二段階ということが分かった。私はあイエス様を信じて、イエス様の道をしっかり歩みたい。えー、罪の道に戻りたくない。悪の道に戻りたくない。えー、 唯一の正しい道。人間として本当に、えー、生きるべき道。正しい道を知ったのなら、その正しい道をまっすぐに歩みたい。天国を目指して。永遠の命を目指して。まっすぐに歩みたい。まっすぐに歩みたい。イエス様から決して離れたくない。イエス様の言葉から離れたくない。イエス様の教えをしっかり守って。 愛を持って、正しさを持って、清さを持って歩みたい。そう思う方、アメンと言ってください。アメン。イエス様から与えられた素晴らしい道を、本当に感謝して喜んで、この道を力強く歩むんだと、決心する人、アメン。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  たくさんの人がアメンと言ってくれています。えー、たくさんの人がアメンと言ってくれています。素晴らしいです。えー、イエス様は喜んでいます。イエス様がイエス様に従う者がおられることを喜ばれています。しかし皆さん、私たちは、えー、まだ天国ではありません。天国行くまでしばらく、えー、苦しみを受けなければならないかもしれません。ぜひ皆さん、イエス様の道、 えー、試練もあります。迫害もあります。えー、惑わしもあります。しかし、イエス様が共にいますから、しっかり歩みましょう。素晴らしい命の道。イエス様の道をまっすぐに、力強く一緒に、えー、お互いに励まし合って、お互いに祈り合って、一緒に歩もうではないでしょうか。えー、私たちのお道は素晴らしい道です。 天において大いなる報いがあります喜んで歩みましょう天のお父様感謝します私たちは以前は汚れた道虚しい道地獄に、えー、行く道を歩んでましたしかしイエス様に選ばれイエス様に許されて今イエス様の道を歩むことが、えー、できるようになりましたそしてイエス様の教えの中で 人間のいろんな問題が見えてきました。えー、罪に囚われた生き方から、えー、自由になった生き方。えー、イエス様の教えの基準に、基準を理解し、清く正しく生きるようになりました。アメンといった方がたくさんいます。力強いです。たくさんの兄弟姉妹がイエス様を信じ、イエス様を愛しています。 どうぞ、あなたの道から逸れずに、右にも左にも逸れずに、この道を確信し、力強く歩めるように、守ってください。共に歩んでください。兄弟姉妹を支えてください。力づけてください。励ましてください。どうぞ、イエス様、一人でも、神の子供たちが増えて、一緒に歩んで、まだまだ、えー、罪の道、滅びの道を歩んでいる人たちを、 のために祈り、連動することができますように、私たちを用いてください。私たちを用いて、たくさんの人が、イエス様を知ることができるように、イエス様の道を歩めるようになるように、どうぞ、私たちを用いてください。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。 はい。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を送ってください。イエス様の教えを守る一日。イエス様を喜び。えー、イエス様に感謝する一日を送ってください。シャローム !7 時にお会いしましょう。シャローム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 